免許取ろうと頑張ってて、で、その際にまあいろんな書類がいたりとか、身分証明書で、それとは別にあの普通になんかいろんなちょっと書類、まあ税金のこともそうですし、借金系でもいろいろいるってなった時に、まああの大阪の実家に届いてるやつがとかで、ちょっと今すぐに欲しいけどみたいな時に、母ちゃんに一応電話してヘルプで頼んだんですよね。なんちゃらっていう書類もしかして大阪の実家に届いてないかみたいな、って言った時に、あこれかなみたいな、あそれちょっと送ってほしいねんけどなって言ったら、次の日の朝にも届いてですね、まあ速達で届けてくれたりで、その書類がなんかちょっと間違ってたんで、ちょっとこれ間違ってんねんけどって母ちゃんに言ったら、母ちゃんあ分かったって言って、すぐなんかそこの場所に電話わーってかけてくれて、で問い合わせて、で俺に電話来て、こうこうこうでこう言ったらこうらしいからって言って、僕の母ちゃん動き良かったです。はい、なんか、うん、母ちゃん動きいいの珍しない。皆さんの母ちゃんどうですか、動きいいですか。動きいいねほんま吉本の敏腕マネージャーみたいな、まあまあ TK みたいなし、ほんまバーンテキパキテキパキ、うわーって、あじゃあこれやってこれやります、これやってこれやりますって、即達で届いたし、動き良かったね、嬉しい。俺母ちゃん動きええんやと思って、なんか DNA なんですかね、俺もこうせっかちなこうわーってやる感じが、それちょっと嬉しかったっていうのと、